はい。ということで、えー、こちらがですね、東京グールカルナバルインテグラルカラーのーストアのページになります。で、えー、まあ一応まだ残ってて、レビューがですね、128件。この128件のもう本当後ろの方についたやつっていうのは、サービス終了が告知された2月あたりかな。2月あたりから、まあそこから2ヶ月間、4月13日までの2ヶ月間あたりでついたのが多分ね、まあ10件から20件ぐらいあるんじゃないかな。 で、128件ぐらい、えー、今合計で、えー、ついてる状態です。で、今回は、まあ3年経ちましたけども、はい、サービスが終了してから、まあ今になってちょっとね、振り返ろうと思って、そういえばやってなかったな、レビューの振り返りみたいな感じで思ったんで、えー、せっかくだからちょっとやっておこうかなと思います。まあ毎年この時期はね、えー、グルカルサービス終了した日っていうのは、 まあ、この日ぐらいはグルカルのことを喋ろうぜってことで放送でやったりとかしてたんですけど、まあ、今年はね、えー、何やろうかなと思った時に、あ、そうだ、ストアを見ようと思って、えー、今回はちょっと振り返っていこうかなと思います。えー、でですね、これリリースされたのが2015年なんで、もう5年前なんですよね。ちょっとこの画像見ていこうか。うわ、懐かしいな、これ。<laughs> めちゃくちゃ懐かしいよね。このタイトルのこのムカデカネキが、 ね、欲しくて、一番最初にこのムカデカネキを10連するっていうね、動画をポーンってあげたら、それがなんか今10万再生ぐらいされてて、え、めっちゃこれ伸びると思って、<laughs> びっくりしたんですけど、もう本当その時に東京グールのこの需要っていうか、あ、めちゃくちゃ人気なんだなと思って。まあ、でもゲームがね、そこまで個人的には良くなかったんですよね、最初の頃は。まあそれも多分レビューで見れると思うけど、 で、えっと、僕は動画を上げ始めた頃っていうのはこの大型アップデート、まあ、インボケでも1年した時あったけど、リニューアルですね。えー、まあこ、これはね、カルナバルはゲーム性が変わってないからリニューアルっていうよりかはアップデートなんですけど、もともとその黒いシルエットだったの、本当に。本当に黒いシルエットが、ただこうね、弾いて飛んでいってみたいな感じで、 まあカードのイラストはついてたんだけど、キャラの 3D モデル自体に色がついてないっていう、なんか本当に未完成の状態でリリースされたゲームなんだなっていう感じだったんですよね。で、えー、大型アップレート実施で、えー、一部のキャラクターを知れたから感想一部だったんだよね。これまたね。で、ボイスもついたと。で、まあどん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 ついていくんですけど、まあここでね、人気がガーンって、えー、上がって、 もう本当、それまでとは比べ物にならないぐらいね。まあ、ゲームの中身の UI とかも、もう一気にガラッと変わったんだけど。で、えー、ホーム画面ナビキャラクター。こナビキャラクターもね、自分のこの誕生日時とか、あのクリスマスの時とか、なんかセリフは色変わったりして、ずっと俺、歌さんにしてたような気がする。歌さんのこの待ち受けのキャラが、なんかめちゃくちゃ、俺は、なんて言うんだろう、好みで <laughs>、かっこよくてずっと歌さんにしてた覚えがありますね。はい。この UR の、 ムカデカネキ、この新レアリティ、UR 実装で、この UR がね、なかなか出ないんで、まあ、まあ、レビューでも多分書いてるから、ちょっとここで <laughs> いろいろ言うのは、もうあれかもしれんけど、ちょっとね、これがね、この UR が、今まで最高レアリティが SSR で、まあ、俺がもう、インボケでもずっと言ってた、あの、圧倒カネキ、えー、が、もう、つえ、で、アリマの SSR、あのしかも二頭アリマなんですよ、その、ね、 二刀有馬の時代の,あの青髪の有馬がつえつえって言われてたのに、この UR ムカデカネキが登場して、今までなんか、今までの強さが10とかだったのに100ぐらいの <laughs> 強さのやつができて、こいつ1体いればどれでもクリアできますよみたいな、はい、そういう状況になりましたね。まあでも、こいつが出てからも別にこの UR 必須ってわけじゃないけど、こいつがいたら圧倒的にそのゲームの難易度が変わります。ゲームバランスブレイカーみたいな感じで出てきたんですね、こいつがね。うん 懐かしいなぁ。で、えー、キャラクターを引っ張るだけの簡単操作。もうこの頃に向かう。このアリマは何なんだろうね。で、えー、あ、そう、このアリマも SSR のアリマか、これ。初期から色ついてたんだけど、そこら辺ちょっと覚えてないんですけど。 はい。ということで、えー、こんな感じです、ゲームいやー、なんかこのルート A からも様々なキャラクターが本格参戦みたいな。この <laughs>、この画像めちゃくちゃ懐かしいわ。すっごい見覚えある。ということで、えー、レビュー見ていきますか。あ、こっちにも、あ、じゃあ下のやつか、画像か。えー、っと。 えー、誠に残念ながら本アプリ2017年4月13日を持ちましたサービス終了、うん。これをね、ゲームのね、タイトルこう、ゲームを開いてメンテナンスがね、しかもその日のメンテナンスがおかしかったんだよな。1時間で終わるメンテナンスだってね、いや、なんか怪しいなと思ったんですよね。うん、大学、昼ね、ちょっと下宿先に帰って、バーって開いてみるとサービス終了みたいな。ありえねえって思ったけど、 まあ、とりあえず動画撮ろうと思って、そのサービス終了の告知と、あの、同時に配信された、めちゃめちゃ難しい有馬記章、あのー、地下で戦うやつね。えー、あそこのシーン、いつかっていう、いつかだったような気がするんだけどな。いつかっていうクエストの名前があったんですけど、それを、えー、挑戦する動画を撮って、あげましたね。じゃあちょっとレビューを見ていきますか。128件だがら、思ったよりそんなに多くないんですよね。これどうやって全部見るんだろう えーと全部の評価を見ていきたいけど、あ、これこれこれ、すべて表示ね。で、えっ、ー、と、ちょ、これ見てほしいんですけど、星5つと星1つが圧倒的にガーンって多いんですよ。だから本当にめちゃくちゃ面白い。クソゲーっていう意見しかない。 みたいな感じで思っていただいて、えー、結構だと思います。もう本当にこのゲームそう捉えられても仕方ないのかなとは、うん、思いますね。課金できる人、課金できない人、も本当にその評価が天と地の多分課金できない人っていうのがもう位置付けてるんですよ。で、めちゃくちゃ課金できるやつっていうのが5を付けるんですよ。課金できたらめちゃめちゃ神ゲー、課金できなかったら ちょっとイライラしちゃうかなみたいな。はい。まあ、いわゆるガシャです。うん。結果から言うとガシャです。このゲーム。評価的に言うと。で、えー、どうしよっかな。まず、5から見ていきたいんだけど。まあ、全部見ていくか。えー、まずですね、この星5を粘り強くプレイしてほしいみたいな、えー、タイトルのレビューありますけど、 SSR はもう使えない全体でして、SS プラスだったら十分レイドというイメージでできると思います。それに UR 率悪いという方多いですが、最近は画ャ率が表示され、UR が出た当初より断然当たります。えっとね、これどうなんだろう。あの、画写率を表記しなきゃいけないっていうのが、なんかね、そういうのが何だ,だ,だったかな。消費者長かど,どっかから出たんだよね、あれ。 で、それで、パズドラとか、モンストとか、その時めちゃめちゃ有名だったゲームとかも、一気につけ始めたのかな。FGO とかもその時つけたのかな。うん。ちょっと遅れたのかね FGO は。で、グルからもついて、0.1%とかだったのかな、これ。最初1、1%だったのかな。0.1はないか。1%とかだったのかな。 で、えー、そっからね、なんか明らかに、えっ、ー、と、まあ、最初は、まあ今まで通り、表記された時も今まで通りの確率だったかなと思ったんだけど、そっからね、何ヶ月か後にガッと UR の確率が、なんか、ね、あの、上がったような感じのガシャがあったんですよ。どれだったかなどれだったかそれ、映画公開記念とかの、あの、僕が上げてる、えー、実況、 お、この動画、YouTube に多分残ってると思うんですけど、それ見ていただいたらわかるんですけど、その時に UR の確率は上がってる、上がってないみたいな話をね、僕知った覚えがあるんで、えー、ちょっとそちらの方はかったら見て、えー、いただきたいんですけど。まあね、その、やっぱり SSR が一気に使えなくなるっていう、<laughs> UR が出れば毎月のように出てたんですよ。まあ、インボケも毎月のように新キャラ出てましたけど、あの、 グルカルも、まあ、イベントが終わって、虚無期間があって、また次のイベントが始まりますよっていう時に、UR が一体追加されるみたいなことがあったんですけど、まあ、その UR も、もう、ね、めちゃくちゃ強えから、もどの UR 引いても強いわけですよ、正直。インボギーみたいに SSR、UR がなかったからいいんですけど、あのゲームは、SSR が毎月毎月追加される、 うーんけど、SSR は別にその弱いやつも追加されるじゃないですか。でも、このゲームは UR 引いとけば本当にどうにかなってたんで <laughs>、えー、まあ、UR 引けない人にとってはちょっと依頼しちゃうかなっていうとこでしたね。うん、ガチャさんあ、ガチャさん UR はご対いますって書いてるけど、まあね、これ、 UR5 体揃えるのも結構きついよ。UR、あの、自分の,あのホーム画面に3枚あのカードを並べられるんですよ。グルカルっていうゲームは。ホーム画面ね。ホームに自分のナビのキャラクター、俺だったらさっきウタさんって言ったけど、ウタさんと自分のお気に入りのーカード3枚。まあ、パーティーだったかな、あれは。 を並べられるんですけどそこにね、どうしても UR3 枚並べたいじゃないですか。<laughs> その3枚を並べるのがめちゃくちゃきつい。まあ、後々、レイドとかでそのイベントさんの UR っていうのを頑張って頑張って集会したら、イベントちょっとガシャさんには劣るけど、イベントさんの UR が、ね、手に入るみたいな、頑張ればね、あのイベントであったんですけど、まあ、やっぱりガチャの、ガチャで出てきた UR を たいじゃないですかその3枚その3枚を揃えるのがめちゃくちゃ難しいっていう、えー、<laughs> そんな印象だったような気がしますね僕もなかなか、えー、トップに3枚並べられなくて SSR の SSR プラスの店長とか、えー、ずっと置いてた記憶がありますけど、はい、始まったばっかりなのになくなるなんて、うん、まあそうですね受験やっと終わってさこれからっていう時にそう2月だったんだよねこれがね で、そのサービス終了が告知されたときに、ちょうど UR のクイーン系がドロップする、めちゃくちゃ、まあ、そこそこ難易度の高いイベントが来た。やりがいのあるイベント。オートでは絶対勝てないみたいな。もう、あ待ってた。これ、これ、UR のクイーン系。もう、ランキング戦の上位の人しかもらえないみたいな仕様だったんですよ、今まで UR のクイーン系はね。しかも、このゲームのいいところ、そうクイーン系がどの操作感にも持たせられるっていう。 有馬が持ってるナルカミとかイグザも別にね、重蔵が持ってもいいしっていう感じだったんですよね。なんで、まあ、UR のクイーン系がね、ランキング戦の本当にもうトップ50位までしかもらえませんよみたいなあ仕様だったのが、やっとイベントでドロップすると。 で、えー、アリり、ありじゃねえわ。アモンの、えっ、ー、と、道島貝かな。道島貝えー、めちゃくちゃバカでかいクイーン系。めっちゃかっこいい。もうこれ、早くとつりたい、つ,とつりたいって、ね、周回してたんだけど、まあ、やっぱり、サービスしろ <laughs> ってると、ね、やる気がね。めちゃくちゃやりがいがあるクエストだったんで、俺も何回も何回も生放送して、多分動画にも残っても、動画にも残ってるから見てくれ、俺のグルカルの動画を。<laughs> っていうか、それが言いたいだけかもしれんけど、グルカルの動画を見てほしい、俺は。なんかね、あのー、ほんと一週間、 に3件、4件ぐらい、いまだにグルカルの,あの動画にコメント来るんです。まあ、ありがたいことにね。ああ、俺のグルカルの動画今でも見てくれてる人いるんだと思って、まあ、3年も4年も5年も前なのにね,ね、見てくれてる人いるんだと思って、本当に、えー、ありがたい限りなんですけど。うんえー、カラナブルもう終わりますね。正直寂しいです。2年。2年って結構すごいよ。2年やればリ、リニューアル前からやってた いや、リニューアル直後からやっても2年なのか。2年ちょっとできたんだね。うん、あ、じゃあ2年もできない。2年やったってことはリ,リニューアル前からやってたのか。すごいな。うん。なんかリニューアル前、あ僕もそのサービス、えっ、ー、と、開始直後からやってたんですよあ。2月の初めあたりだったんですけど、やって、思ってたのと違うかったんで、何が違うかっていうと、3D モデルが真っ黒っていう。色がついてないですよ。ただシルエット。カードにイラストはついてるけど、 あのイベあのクエストに入っちゃったら、ひ自分が引っ張ってるのは何て言うんだろあボイスもないし、えー、なんか黒い、ね、人のシルエットを引っ張ってるだけみたいなので、これちょっと面白くないなと思って僕はやめました、その時に。うん多分1ヶ月もしなかったと思う。で、リニューアルするって聞いてやると、うわ、ムカデカネキめちゃめちゃかっこいい。しかも色ついてるし、ボイスもついてるみたいな。あ、これやろうと思って。 10連だけ引く動画を上げたら、なぜかバズるっていうね。そっからあ始まりました。僕の東京グールのゲームの実況、うん、っていうのが。で、まあ今年で5年、6年目ぐらいかな。はい。ということで、えー、まあサービス終了、星5をつけてる人は、そのサービス終了が、えっ、ー、と、悲しいねっていう、うん、人だと思うんですけど。 え週末有馬に攻撃当たらないって言ってる人、それ有馬の潜在スキルだから <laughs>、この <laughs>、そうそうそう、攻撃が当たんないんですよ、そのぶっ壊れ有馬が来たんですけど、クリスマスに。週末を告げる有馬だったかな、と、あと赤眼カネキが来て、まあ、能力的っていうか、ステータス的にはね、多分赤眼カネキの方が全然、 あの、強かったんですもん火力がやばくて。で、アリマは何が強かったかっていうと、最初3回までの攻撃を全部避けるっていう。そうそう。敵が攻撃してきても当たんないっていう。3回まで。それがめちゃくちゃ強くて。それがイベントで来たのかな。多分。あの、いつかっていうイベントで、その週末アリマが来て、避けた。うん。 のかなあんまり覚えてない。その、いつかもう、俺そんなにやってない。結局勝たないまま終わったんですけどね。えー、なんかもう、絶望で俺も心の空っぽになっちゃって。<laughs> 詐欺アプリでした、そう。星1をつけてる人は、やっぱりそのね、あの、ガシャとか、あの、ドロップ率、イベントのドロップ率とか、 やっぱ目がいっちゃうんだろうね。もうガシャなんてもう仕方ないからね、当たんない、当たんないって。もう当たんないときは当たんないし、当たるときは一発で当たったりするんで、もう確率だからもう仕方ないし、ねもうしか仕方ないんで、本当確率通りにはいかない。一ーだからって言って100円引いて、絶対一体が当たりますよみたいな。それはただ天井を設けてるだけだからね。うん。100回引いても当たんないし、1000回引いても当たんない時だってあるんだよ。結局、 単発1回引いて、その時に100枚のくじの中から、あのー、1枚の当たりを引き当てれるかっていうのを100回繰り返してるだけだよね、ガシャは。うんはい。表紙をつけてる方はなんかその運営への感謝とかも書いてますね。面白い。やっぱりもう面白かったとは思うけど、インボケでもあったんですけど、グルカルの方が神ゲーだったよとか、グルカルの方が良かったっていう意見ありますけど、ガシャに関してはインボケは、 グルカルの100倍優しいと思うよ、正直。天井、え、天井あるよ、うん。天井があった時点で優しい。何万突っ込んでも出ないものは出なかったから、このグルカルっていうゲーム。まあ、後々ね、そのステップアップガシャって言って、まあ、天井みたいなのがあったんですけど、その天井にたどり着くまでに必要な石の量とかね、うん、あと、ピックアップされてるキャラとかね、うん、なかなか厳しいものがあったりして、そのステップアップも実装されるのが遅かったりしたからね。 まあその点ね、スペシャルガシャとかは絶対天井を設けてくれてた陰謀は本当に優しかったとは思いますよ。ゲーム性はもちろんグルカルの方が良かったけどね。えー、バランスを崩して逃げるバンダイのバランスが崩れたのは間違いない。バランス、UR でバランスが崩れたのは間違いない。うん、バランス悪すぎるランキングさん、フクロウとカニヒエで誕生日。あれ、フクロウってそうだったかなフクロウそんな強かったイメージ、俺あんまなかったんだけど。うん そう、あと、レイドね、ここ書かれてるけど、えっと、レイド特攻1週間、2週間あのー、あ、でも、これ特攻の話か。いや、レイド期間もね、結構厳しかったと思うんですよね。2ヶ月あるし、頑張っていくよう燃やしますけどね、いつか、勝てない。あ、そう、やっぱいつかっていうあれだね、クエストだったんだね。 えー、そうそうそう。この赤眼カネキ使わせてもらってチームにト0カ入れれば勝てますよ。この10っていうのが多分、まあ、グループっていうのがあって、そのアンテイクは攻撃力プラス400%パーあのかける400%パーですよみたいなとか、グループっていうその何て言うんだろうな、ゲームの仕様があってね。例えばカネキだったら、えっ、ー、と、ステータスに自分の所属するグループはアンテイクです。青切りですみたいな。グールですみたいな。で、あのー、10日のグループもアンテイクですとか。 えっと、あと何があったかな高校生とかっていうグループあったのかな学生か学生っていうグループとかもあったのかなあって、で、10日の、10日をね、そのパーティーのリーダーにしておくと、アンテイク組は、えー、アンテイクのグループに入ってるやつは、あ攻撃力が何パー,あーかける何パーですよ、みたいな。とかっていう、その仕様がね、本当に良くて、パーティーの組み替えがあったんですよね。学生ってついてたらね、10日組ませたり、例えば、ジャックでね、えー、出た、えっ、ー、と、何だったっけな。 やばい、名前が出てからジャック、ジャックのあの、ランタン、ランタン、ランラン、ランタン。あ、みなみ、みなみ、なみとかと組ませたりできるわけですよ。学生グループとかだったら。っていうのが面白かったですね、うん。配信を終わらせないで。ゴミ、ゴミ、めちゃめちゃストレートな。東京グール関係のアプリ、もう出すな。というのをなめ、傷がつく。まあ、うん、どうなんだろうね。この頃のアプリの見られ方っていうのと、今のアプリも本当、 ここ,ここ数年、ここ5、6年で、そのアプリに対する、なんて言うんだろう、世間の見られ方みたいなのが、もうすごい変化して、なんて言うんだろうな。この頃って、まあ、グルカルって言ったら、その、なんて言うんだろう、結構、新しいゲームだったわけで、ゲームのその、引っ張りアクション、引っ張りな、なんだろう、アクションゲームみたいなのは、えっ、ー、と、引っ張りっていうのが本当にこの、 モンストがあって、グルカルがあってみたいな感じだったんですよね。で、もうそこでめちゃめちゃパクリパクリパクリって叩かれて、モンストの。今だってひ、モンストみたいな引っ張りゲームってめちゃくちゃいっぱいあるじゃん。だけど、この頃はモンストがめちゃめちゃ流行って、その次に引っ張りゲームって言ったら、なんかグルカルみたいなとこがあったんですよ。でその引っ張りゲームで出したところでまず叩かれるっていう。今じゃ絶対ありえないじゃん。もう引っ張りゲームなんてもうめちゃくちゃある時代で、昔はそういうところでやっぱり、えー、叩かれたりしてましたね。うん まあ、ガシャ率ゴミみたいな、えとこは、まあ、それは言われても仕方ないよ。俺はこの批判はもう仕方ないと思う。チートキャラ多数。まあまあまあ。運営は金だけしか見えてないっていうのは、そうだよね。逆にどこ見るのって感じなんですけど、アプリに対して。まあ、向こうもビジネスでやってるわけやから、 お金を回収、ど、どうやってお金を回収しようかなみたいな。金出さないやつは絶対金出さないから、別にそこに、えっと、ターゲット当てても仕方ないから、金出してくれるやつが、どうやったらいっぱい金出してくれるかなみたいな。じゃあ UR いっぱい出しましょう。めちゃくちゃかっこいいイラスト描いて、UR をどん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 出して、人気アラの UR をどん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 出していきましょうみたいな。ひなみもうなみもめちゃくちゃいたんですよね、このゲーム。このゲームめちゃくちゃひなみの UR いて、3体、4体ぐらいいたのかないて。 まあそんな感じで、ええー、まあ、運営は金だけしか目に見えてないっていうのは、まあ別に俺は全然賛成だと思う。俺も結構お金使ったし、まあでもこのゲームより俺はインボケにお金いっぱい使ってた。<laughs> インボケに使った金の量はすごい。運営の頭の悪さを痛感させる。クリア難易度おかしい。まあ確かに、あの、クロニックルイベントにいつか、 えー、はですね、正直、えー、まあ一番最後、もサービス終了が告知されてから出たクエストだからあれなんですけど、まあめちゃくちゃ難しかったよね。まぁ、あ、有馬が避けるしね。ただ、フレンドのその、なんていうの、そのクリスマスでね、その前の年のクリスマスで出た、もうマジで UR が出ただけでぶっ壊れって言われてたのに、その UR の上の欄、<laughs> UR っていう一応枠組みに収まってたけど、 UR の域にお、なんて言うんだろうね。性能的に収まってないみたいな、その、アリマとカネキが出て、まあ、あれだよ。あの、レールガンとかインデックスっていう、もうレベル6。レベル6の力を持ってるけど、あえてレベル5の枠組みの中にいるみたいな、そういう <laughs> イメージの、その二人が出て、 まあ一気にぶっ壊れた。まああの二人のどっちかがいればね、勝てるっちゃ勝てるんですよ。で、フレンドにも持ってる人多分いっぱいね、いると思うから、そう、フレンドの力を借りれば普通に勝てる難易度だったんですけど、まあね、まあ普通に難しかったとは <laughs> <laughs> 思いますね。はい。まあフレンドがいない方とか結構厳しかったんじゃないかな。うん はい、東京グルーファンとしては長い間楽しみました。そう、RE のキャラが出てなかったんで、まだ RE のキャラも出てないの終了は残念に仕方ありません。まあこれはね、俺も本当思った。今から RE のキャラを出せばいいんじゃないかな。いや、出てたんだよ。RE のキャラは、ハイセとか、えっ、ー、と、あとね、オールとか出てた。うん、オールが出た時なんてすごい盛り上がったからね、レイドイベントが始まる。一発目だからね。しかもそのレイドイベントが始まって、 でそのレイドイベントの期間も1週間で1週間の間にめちゃめちゃ周回してもうめちゃめちゃ周回したやつしかあのオールを5枚集めれなかったの5枚だったよね多分そうオールを重ねて覚醒させないと、うん、潜在能力みたいなやつが全部解放できなかったので潜在能力を全部解放させないと使い物にならないわけやっぱり、ねまあ、解放させるためにはこの1週間の間にポイントを稼いで稼いで稼ぎまくって 交換しなななきゃいけないいけみたいな1週間ってマジできつくて、本当にもう俺寝る間も惜しんで集会集会してもう、もうみんなに救援を送りまくって送りまくって送りまくって、もうフレンドと協力してね、なんとか回収したんですけど、<laughs> まあでもね、寝る間も惜しんでそうやって回れたっていうのはすごいよね、あのイベント。<laughs> いや、イベントの1週間っていう期間の設定はマジ頭おかしかったと思うけど。 まあ、あるいのキャラこれからね、どんどん出せばいいのかなと思ったけど、まあ、やっぱ陰謀系に力を入れようと思ったのが、どうなんだろう、なんかその、ね、契約期間みたいな、あの、バンナムがここに開発してよみたいなとか、ここに運営を頼んでる、その会社との契約期間みたいな、そういう兼ね合いもあったのかもしれない。うん、2年でやりましょうみたいな。 ののももあったのかもしれないそれとも収益が思わしくなかって、今度陰謀を出して、えー、もっともっと、この東京グルで、なんて言うんだろうな、稼いでやろうみたいな考えたら、陰謀はその思ったほどいかなかったみたいな感じだと思うんですけど。えー、まあそうですね、悲しい。星語のまあレビューつけ、まあ星語つけて、クソゲーって言ってる人はそらいないよな。<laughs> <laughs> まあ課金すればめちゃくちゃ楽しいゲームでした普通に配布等か使えばクリアできるからまあこれもまあ何のあのイベントのことを言ってるのかっていうとこれも最後のサービス終了してから出たいつかっていうめちゃくちゃそういう有馬のえっ、ー、とイベントのことを言ってるんですけど 配布10日って何だったかな配布10日は多分ね、その、ルート A で最後さ、えっと、何て言うんだろう。立教っていうのかななんかあるじゃん。あのー、あれ何て言うんだっけ最近渡ってねえからわかんねえわ。信号渡らずとも、立教だよね、あれ。あの、道をこう渡れるみたいな、あのー、ね、階段上がっていって。であの上でさ、10日ーーとかね、気がちょっと嫌になって、顎触る癖とかあるじゃん。 あそこでトーカが金木に馬乗りになって殴ってるみたいなシーンあったと思うんだけど、あそこの UR がね、確か、あれ、なんだっけ、イベントだったのかレイドだったのか忘れたけど、出たんですよね。で、そのトーカがなかなかにサポートキャラとして優秀で、えー、まあ気になる方はね、僕動画残してるんでね、<laughs> 見ていただければなと思うんですけど、まあ、あのトーカがいれば勝てたっぽいですね。うん。<laughs> 使ってないよ俺、これ。ていうかあの、いつかっていうクエストもっとやればよかったな。 本当絶望に打ちひしがれても、何も動画上げる気起きなくてって言いつつ動画はいろいろ上げてたと思うんだけど、はい、心にぽっかり穴が開いてましたね。まあ、だからみんなクリアできない、クリアできないって言ってたけど、結局そのイベントで配られたトー日とか使ったり、そのトーカとフレンドの強いキャラを組み合わせれば、まあ余裕でクリアできましたよっていう。 そういうことですね。みんなクリアできないってずっと愚痴言ってたっぽいですね。俺は全然、あの、もう気にしてないというか、もうひ、あなんていうんだろう。悲しすぎて、ツイッターとかを見るのをなんか控えてた時期だと思う、ここは。うん、正直、ボケより好き。そう。あの このね、えー、グルカルがサービス終了する1ヶ月前、1ヶ月以上前には、もうインボケリリースされてたんですよ。だから、あれだけくべ比べられたのね。で、インボケもリニューアル前であんな感じだったから、さすがにキャラ 3D モデルに色ついてたり、ボイスはついてたよ。だけど、何がダメかっていうと、イラストがダメだったの。<laughs> あの、インボケの最初のイラストダメでしょ、本当に。<laughs> あの3人、あやととネキとやもリ ヤモリちょっとマシかなとダメでしょあれほんと。3D モデルはグルカルの時よりあの100倍良くなってたけど、あれはね、ダメだね。<laughs> イラストが最初から良かったらなとかって思ったり俺したんだけど、ゲーム性は劣ってたけど、3D モデルは向上してイラストは100倍悪くなったっていう、えー、そんなイメージで結構インボケと比べられたレビューがあるんじゃないかなこっから先。うん。便秘以上に UR 出ない。 うん、何回も何回も頑張って石溜めてガチャ引いてるのに言わおるか6円で全て SR とか何回もある出すとこ出してほしいまあ無料意思では出ないよね普通に考えて、うん、あの無料意思では出ないっていうかどのゲームもそうだと思うんだよね結局、うん、出る、まあ、出るゲームと比べちゃダメだと思う何て言うんだろうこのゲームはこのゲーム、えー、例えばモンストでねすぐねあのな、ー、んだろう 最高レアリティのやつが出ますと。うん、10連すれば1体はまあ、サレアリティのやつが1回出ると。だから、モンスト見習えよとか、グラブルがあの毎日10連無料でやってるから、お前らグラブル見習えよとか、えー、言ってる人めちゃくちゃ今、ま、やっぱ今の時代でもいるけど、全然そうじゃないこ。あのゲームはあのゲーム、このゲームはこのゲーム。じゃあ、シャの確率がいいやつ、 に行きたいなら俺はそっちグラブルやれよっていつも思いながらまあ黙って見てるけどねうんあえて <laughs> あえて言わないけどみんな同じじゃんだってこのゲームやってるやつらこのゲームやってるやつら課金すればゲームって課金すればいいやつが引ける、まあ、かもしれないだけどまあいい思いができるっていうのは当たり前で金出さないなら金出さない範疇でしか遊べないのね <laughs> みんな同じ土台でやってんだからまあねガシャ低いって言ってもね それは通用しませんよということを、まあ前々から言いたかったんだけど。星子のレビュー多いね。来た、赤眼カネキ。今のイベントのアモンとカネキで勝て,る勝てる、勝たせる気ないだろう。<laughs> うん。お星子多いっすね。マルチを追加してほしい。 せっかく UR ゲットしてガチでなろうとしたのに。まあそうか。そうそう。クソゲーっていう評価で1をつける人の方がまあ多いと思うんだけど、そうだよね。せっかくは、やっと UR 引けた。これからやっと快適にプレイできるってなった時にサービス種類はそら欲しい1つけるわな。うん。<laughs> うん まあ、サービス終了に対して星1をつけるのも、まあ、お角違いだと思いますね。いつかは終わりますよね。<laughs> こんな、あの、なんていうの、アプリのゲームっていうのは。もちろん、パズラとかモンスターっていつかは終わるし、まあ、それがね、このアプリ上で展開をや,やめて、コンシューマーとか、ね、の方に行くのかもしれないけど、まあ、こういうゲームはいつかは終わりますよね。うん、いつまでも続くものではないと思う。 まあやっぱり、やっぱりあれだよね。あのー、ガチャ率のレビュー多いね。ガシャがひどい、ゴミかす、マートリマオツ読み <laughs> にくいわ <laughs>。まあね、やっぱりね、収益が思わしくなかったらね、サービス終了はするよね。なんか、このゲーム本当に、僕が思うに、ガシャ率が低いから、 ちょっとやそっとの課金じゃ出ないわけですよ。うん。ちょっとやそっとの課金じゃ出なくて、ならガーンって課金するやつと、本当に無課金でやるやつっていうのを二極化してたんですよ、このゲームは。インボケなら天井があるから、まあちょっと5000円入れれば天井でね、あの250個石を買えば、1体は手に入るとりあえず1体手に入れて、あと促進剤でみたいな、そういうやり方できたんですけど、このゲームは天井がなかったから、 あのー、本当に出るまで課金しなきゃいけないわけ。本当、引こうと思ったらね。だから、イ課金か、もちろんその中間もいるけど、中間の数っていうのは本当に少なくて、イ課金か無課金かのもう二極化してたわけ。ユーザー、そのやってるユーザーはね。だから、イ課金に支えられた、支えられてたゲームなのかなと思いますね。ただ、ダウンロード数は結構多かった。700万ダウンロードは行ってたはず、これ。で、インボケはね、 何万までいったのか。100万ダウンロードのね、イベントは来たよね、一回ね。だけど、200万は来てなかったような気がするな。本当にダウンロードするの思わしくなかった。収益もあんまりなさそうだったけど、よく2年ちょっと持ったなっていう感想ですね。うん。サーバーエラー。確かにサーバーエラーはね、えっと、メンテナンスの時にめちゃくちゃありましたね。 えっと、レイドイベント、うん。オールのレイドイベントの時は、めちゃくちゃサーバー落ちして、全然つながらなかった。覚えてる人いるかなあの時、本当にね、やりてーやりてーってなってんの、全然つながんなくて。まあ、でもその度に運営からアナウンスもあったけどね。 あ、星子のレビュー本当多いね。イベント勝てる気がしない。今までの課金額払い戻しはできねえよ。できねえだろ、お前。<laughs> どういうことだよ。やばい。やばいレビューがある。10 <laughs> 日と一発したい。 ステージがゴミすぎる。まあね、ステージもね、結構難しいステージとか、まああったりしたんですよね、うん。まあでもそれがね、ゲームを面白くしてたような気がする。ステージを変えることによって、敵キャラだけじゃなくて、そう、これはステージをいろいろいじったりすることで、あ、ここはこのキャラが有利だなとかっていうのが、反射、貫通、えっ、ー、と、あと吹き飛ばし、あれな、なんでだっ,たっけな、範囲か。範囲、反射、貫通の3種類の、この、なんて言うんだろうね、あったんだけどね。 不具合が多すぎる。まあこれはあるな。不具合多かった、確かに。リセマラの効率が超悪いね。あの、リセマラも、それを加味してのリセマラじゃん。だから、まあリセマラしたくないなら、最初に課金して始めたらいい,いい話だと思うけどね。リセマラの効率がね、あの、悪いで星1レビューつけるのはちょっと自分勝手やと思うな。クソゲーすぎてびっくり。 メニュー見にくい。うん。効果音は不愉快。<laughs> 不愉快。<laughs> 不愉快なのかな。お、俺、音消してたような気がするな。読み込みの動作も、まあ、確かに読み込みの動作も、もっさりはしてたかな。なんかちょっとブラウザチックな、ね、ゲームだったから。<laughs> 無課金でも全然いけます。まあね、これはね、微妙だとも、無課金でもいけるかって言われると、まあ確かに不可能ではない。 不可能ではないけど、あ、でもしかもこれ4年前、4年前か。リニューアル後なのか、リニューアル前なのかで結構変わってくるよね。このレビューは。いいアプリだと思います。まあ俺は課金をしてだからいいアプリだったけど、無課金でやる人はきついと思っても仕方ない。でもそれをばーっていうのは俺は間違ってると思う。その無課金だからきついっていうのを 理解しなきゃいけないと思う。ゲームってそういう、このアプリのゲームってそういうもんだから、課金すれば、ね、課金した分だけ楽になりますよ。無課金でやるなら、それなりの労力を、えー、使ってね。っていうのが、まあ、この課金制のね、えー、まあ、アプリゲームソース、ソーシャゲの、えー、なんていうのかな、宿命だと思うんで。 それは無課金でみんな楽しくやれるんだったら無課金でやるし、そうすると収益がね、あの、減って、運営も、運営やってらんねえ、さっさとこのプロジェクト打ち切ろうって言って、アプリ、サービス終了して次のアプリに行っちゃうし、もう続いて欲しいなら、このゲームが続いて欲しいなら課金するしかないんですよ、ユーザーは <laughs> <laughs>。URSSR の排出率が悪すぎる。100回回回せばどうのこうの言ってますが、それは課金してるからでしょう。そうです。課金してるからです。 東京グルー好きには最高に楽しい。うん、めちゃめちゃ最高に楽しい。楽しかったと思うね。ギルドを作っての協力イベントかしなまあ、ギルドなぁ。ギルドなぁ。まあ、俺あんまりね、その、ギルドシステムとかっていうのが好きじゃないんだ。フレンドシステムはあってもいいけど、ギルドシステムっていうのがあんまり好きじゃない。うん。 レイドのフレンドにその救援を送るっていうシステムはもうめちゃくちゃ良かった。あれはね、すごい楽しかった。ギルドを作っちゃうと、なんかね、あんまりその人口も多く,多くなかったんこのグルカルっていうゲーム。そんなじ、ダウンロード数は何百万言ってたけど、辞める人。もう、ちょっとやって辞める人と、課金してずっと続ける人。でも無課金で東京グールが好きだから、我慢して我慢してずっと続ける人っていうのがいて、人口は多くなかった。から、 まあ、ギルドシステムっていうのは、まあ、あんまり、個人的にも好きじゃないかな。いっぱいギル,ドギルドができるんだったらね、いいけどね。やっぱ課金者のとこに集まっちゃうでしょ。<laughs> モンストに似せまいと頑張ったんですかね。ひどすぎます。うん。やっぱほら、おモンストの意見とかも出てくるわけだ。 もうほんとこの時代で引っ張りゲーって言ったらもうモンストだったからね戦闘走ってるのっていうかもう本当モンストの次の引っ張りゲームがこいつか筋肉マンはどうだったのかなよくわかんない忘れたけどだったんですよねうんまあそういう時代ですよ5年前って言ったらまだまだアプリゲーム数も少なかったしねブレイク学園知らんな戦闘システム運勢いいじゃねね 戦闘システム。は別に、そういうもんでしょ、引っ張りアクションって。おはじきだからね、結局は。当ててね、自分の味方になんかこう、バーンってこうアクションが起こるみたいな。アリーナが少なくてやることがなくなる。戦闘中のバグ。 マネーを使うところが少ない。これはね、ある。マネーも俺、カンスとしてた。ずーっとカンスとしてた。えっ、ー、と、その点ね、陰謀は、まあ、最後の方だけど、あのー、あれが出たじゃん。えっ、ー、と、逃走が出て、どん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 、コインを使うっていう仕様で、あ、この仕様はいいなと思ったけど、グルカルは本当にコイン使うとこはなかったですね。すべ <laughs> てにおいて残念。東京グルの A もある絵に関しては問題ない。最高。ゲームシステム。 うん、ほら、うこれも言われてんだよ。みんな集まり引っ張りですか笑わらわめ。ゲームシステムは少しパクリじゃないってところもあるがね、うん。まあ、これはあれなんだよね。マクロ人間。そうそうそう。サービス開始当時のマクロ人間をどうにかしよう。多分みんな思ってったと思うんだよな。 あフレンド招待システムも確かあったな課金者か意思もめっちゃ持ってる人でクリア不可能じゃまずどんなパーティーで無課金は濃厚なんで100%まあねそうなってくるとやっぱ課金しろっていう話なんですよねもう無理なら課金してくれ課金できないならもう無理で納得してくれみたいな世界だと思うんだよな、ね、こ,こういうとこっていうのは みんな無課金でね、クリアできるんだったら、できるだけお金,お金使わずに楽しく遊んじゃうのがね、普通じゃん。石が溜まらないのはね、そう思う。でも、でもね、このゲーム、10連じゃなくて6連なんですよ。30個で6連、6連だから、他のゲームと比べると、石の溜まり方遅いなと思うかもしれないけど、結局、10連って呼ばれてるものがこのゲームでは6連だから、 まあそこまでね一生 1, 1回の,その連続ガシャで使ってないっていうだから比率的には、まあ、そこまで変わんないんじゃないかなうんまあちょっと民度が低いレビューもあるよね うーん。引っ張る方向の微調整が効かない。確かに、引っ張る方向の微調整は効かない。ちょっとね、やっぱ、うん。若干、なんて言うんだろう。微調整。例えば、一度、一度ずつ調整っていうのじゃなくて、あの、矢印の角度の切り替わり方が5度ずつぐらいの調整みたいな。例えば、もうスト、 とと比べるのはあれだと思うけどモンストで例えるとや、ビーって引っ張って、右上の方に飛ばしたいなってなったとき、角度が一度ずつこう、ね、ギギーって切り替わるのに対して、対してグルカルは5度ずつこうカクッカクッとしか切り替わ,なり替わらないみたいな、あ今のは極端に言ったけど、まあ、そんな感じだったのよ。まあでもそこまでね、あの不便じゃないよ。そんな <laughs> あの。キャラもでかいし、当たりゃいいんだから、そこまで不便じゃないと思うよ。 その微調整っていうのを。まあ、ただ、えっとね、ひなみのあの、特等めんな面なんていうクエストがあるんです、まあうあのうまくね、はめれる、えっ、ー、と、やり方があるんですけど、まあ、それはね、ちょっと角度の微調整とか必要かな。究極の運ゲーまあね、こんな感じで、えっと、星1をつけてる人は、まあ、 本当に、なんて言うんだろう、クソゲーって思う人は、もう少なからずいて、てすいたんですよ。だから、陰謀気になってグルカルの方が良かったな、グルカルめちゃくちゃ神ゲーだったなっていう意見は分かる。痛いほど分かるんだけど、決して神ゲーではなかった、とは俺は思うんだよね。うん。確かに陰謀よりかは良かったよ。陰謀よりかは良かったけど、別に神ゲーではない。そう。か思い出補正が入っちゃってるの、グルカル。 思い出補正が入っちゃって、もう本当あれは神ゲーだみたいな思ってるけど、いざインボケからいきなりグルカルにじゃあ復活させて切りかれましょうってなった時に、グルカルは地獄よ。ガシャ、ガシャ率。インボケであんだけ SSR 出てみんなね、あのー、もう感覚がまひってるかもしれないけど、マジで出ないよ。SSR が出ない時だってあるからね。SSR プラスも出にくいし、SSR すら出ない時だって、 あるのにに本当に無課金税は地獄よグルカルカで言うとだから、ゲーム性はいいかもしれないけど、めちゃめちゃ効率も悪いし、無課金からすると。まあ、俺はインボケ、グルカル、なんだろうな、その評価を一色単にしない方がいいと思うね。インボケはインボケのいいところがあるし、グルカルはグルカルのいいところがあるから、まあ、この2つを比べるっていうのは、まあ、俺はあんまりね、どっちかって言われると俺もグルカルだよ。どっちも課金して、 どっちも同じぐらい課金して面白いのは俺はグルカルだから <laughs> グルカルっていうけど2つをこの比べるっていうのはあんまりよろしくないのかなって思いますね <laughs> 無課金でも十分まあ当たったのかなールがあこれ4年前だからあれかそうかあのリニューアル前とかかな SR のまえんでも勝てましたよそうこれねあの SR まえんって言ってえっと イベントで手に入る SR だから、あのー、低いわけよ、リアリティが。でも、えっ、ー、とね、ステータスが特化してて、反射型って言っての壁との間にこう挟まったりすると、カン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 っていつまでもこう弾き続けて、敵との、敵と壁の間にうまいことはめると。 でこの SR まエンっていうのが、そのスピードのステータスがすげー高くて、てうんだろう、走る距離が長いから、反射して敵に当たって、反射して敵に当たってっていう、その永遠にできるのそれが。まあ永遠ではないけど、かなり反射回数が多くて。で、すごい特化したキャラだったから、SR でレアリティ低く,低くて、あのステータスも SSR に比べるとあの低いんだけど、めちゃくちゃうまい人が使うと、あの高難易度のクエストでもクリアできますよ、みたいな。うん あのキャラで、すごい人気のキャラだったんだけど、とりあえずそのチャレンジクエストって言って、めちゃくちゃ難しいクエストが2つか3つぐらいあるわけよ。あの普通のクエスイベントクエストとは別に常駐してるクエストがあるんだけど、それをクリアすると石が50個もらえるわけよ。50個よ。50個なんてめちゃくちゃ多いからね。グルカルで言うと。その50個の石を取るためにみんなそのチャレンジクエスト、スタミナを消費しないんだけど、消費しなかったよね、多分。消費したんだっけちょっと忘れちゃったんだけど、スタミナを消費しないクエストに挑戦するんだけど、やっぱ、 リアリティが高いキャラを連れて行っても負けるのよ。もうそこは完全に自分のプレイスキル。で、その SR マインっていうのを使って壁はめ、まあ壁はめのね、あのプレイングをすれば勝てるわけよ。懐かしいね、あれ。俺どうやって勝ったっけな。SR マインで勝ったんだったかな。他のやり方で勝ったよう、ね、な気がするわ。アリマとかで勝ってたな、なるかみ、なるかみとかで。遠くから打って。 まあそうか。一周年の時にリセマラし放題 UR ばらまくん。まあまあまあ、でもそれは仕方ないよね。UR 出して、ね、新規呼び込んで UR が出る、そのまあいろいろあるじゃん。今までもそのゴッドフェス、パズラでいうゴッドフェスとかさ、フェスゲをリセマラして始めるっていうのが、まあ今、鉄板なわけじゃんね。<laughs> 重たいけど結構面白い。まあ重かったよね。 3D モデル使ってたし、その、マップも全部 3D でさ、あの、モデリングしてたから、まあ、読み込みに時間かかったりもしてたよね。<laughs> 歴史的打作。まあ、こういうやっぱ評価をする人もいたと。まあ、全然俺は否定するつもりはないけどね。面白くない。まあ、ガシャ率に関して言うのはあれだけど、ゲーム性が面白くないっていうのに関しても、全然一理ある。思うところもある、俺は。 まあこんな感じで。レビューに対するレビューみたいな。煽りみたいなのもいっぱいあるね。ファンじゃなきゃやらないと思う。まあキャラゲーってそんなもんだよね。ファンじゃないとやらないよね。まあ CT あ、コールト・イグジストもそうだけど、まあファンじゃないとやらないよね、あのゲームは。で、俺ね、正直ちょっとこの場を借りて言わせてもらうけど、あのー、東京来るコールト・イグジスト別に俺、神ゲーっていうかその、なんだろうな。いいゲームとは思ってない。めちゃくちゃ聞かれるんだけど、 このゲーム買おうか迷ってるんですけど、買った方がいいですかみたいな。まあ、その買った方がいいですかっていうのを俺に聞くのも間違ってるけどね。で、そういう時に、俺は絶対買った方がいいですと言わないのね。放送中とかでも。えー、まあ、それはあなたが決めてくださいと。まあ、ちょっと冷たく足合っちゃうんだけど、なんでかっていうと、本当に買いたいやつ、本当の東京グルール、も大好き大好きで、買いたいやつっていうのは、俺に聞かなくても買うのよ。で、発売日に予約して買うし、 発売日にね、あの、受験とかで買えなかった人、今になって買おうかなと思ってる人、買うんですよ。俺に聞かなくても。東京グールめちゃくちゃ好きで、もうゲームか、ゲーム性とかどうでもよくて、あの、このゲームが好きです。あのじゃあこの東京グールが好きですと。ゲームをやりたいっていう人は黙って買うんですよ。で、今になって俺に買った方がいいですかって聞いてくる人っていうのは、少なからちょっと迷いがあるのね。俺のやってるプレイとかを見て、このゲーム本当に面白いのかなみたいな。 もしかしたらこれクソゲーなんじゃないかなと思うわけ。そういう心に引っかかりがある人は買わなくていいと思います。ちょっとこの場を借りて、その今までもう100回ぐらい聞かれたことを答えるけど、買わなくていいです。正直言って、あの、アクションゲームとしてはクソゲーだし、東京グールの,ーそのゲー、なんて今まで出てきたこのアプリとかのゲームとしては、それはみんなが待ち望んでたよ。あの、グルカールでいう引っ張り、この引っ張りアクションから、インボケでいうこうタップのやつから、ジェイルでいうこの、 基本的にテキストと、あとは何て言う,うコ,マコマンドバトルっていうじゃないな,な,なん、どういうジャンルのゲームなんだろう、JL は。まあやって、やっと、やっとアクションゲームが来たと。やっとアクションゲームが来て、あ、金木を動かせる、アリマを動かせる、そういう喜びは、東京グルファンはみんな感じてる。だから、そういった点ではいいけど、ただ、中途半端なのよ。東京グルのキャラゲーなんだから、キャラをいっぱい出せと。 キャラをいっぱい出せないんだったら、なんていうのかな。もっともっとアクションの要素を強めていけと。でも、アクションもコン、コンボ数とかなんかそう、いろいろね、あの、判定とかもそうだけど、中途半端だし、キャラは少ないし、東京グールのキャラゲーとしても中途半端。で、アクションゲームとしても中途半端。で、キャラクリエイトに関しても、キャラクリエイトも中途半端。めちゃくちゃに自分の細かいね、キャラの設定ができるわけでもないし、カグネとかクイーン系の数も、もう、もう、もうそほんと少ないから、 全然自分のキャラを作れないわけだ。だいたいパターン化されちゃって。そう、なんていうんだろうな。キャラクリエイト性も中途半端だから、もう何もかもがちょっと中途半端すぎて、俺はこのゲーム買った方がいいですか東京グルー好きなんですけど買った方がいいですかで、俺に聞くのであれば、俺はもう正直おすすめできないっていう回答を、これからするつもりでいる、うん。買うやつは買ってる。黙って買ってる。 えー、人に聞く時点で多分心の中に何が引っかかりあるんだろう。ああ、もし買ってこれ、クソゲーだったらどうしようかなとか、お金もったいないなとか、本当に好きならお金買ってお金もったいないも、今更買ってたら3000円よ。3000円。a z o n で3000円なのに、今から買ってクソゲーだったらどうしようみたいな、そんな3000円ごときの心配をしてるようなやつなら買わなくていい。うん。本当に欲しいならもう買ってる。っていうことをちょっと俺はね、ずっと最近言いたかった。 ガチャがクソゴミ。うん。確かに。うん。思うよ。みんなガチャがゴミって書いてるね。やっぱ星1レビューの人 <laughs> 立体的で面白い。モンストでルシファー。し上げてったもんだぞ。そうそうそう。みんな UR 率確率ある。モンストでルシファー。まあ、この時代モンストってルシファーなの方が。<laughs> あれやつは普通に当たるんだよ。うん。まあ、結構まともなあれかな。レビューかな。 ああやっぱキャラが5年前って言ったらリニューアル前だからねキャラのシルエットの問題とかも結構あるよね課金しても虚しいだけ1800円が全部外れあっ <laughs> 1800円が全部外れとかザラにあるからね1万課金して出なかったじゃんじゃあ1万課金したっていう な事実っていうのはそのゲーム内にはまあカードとしては残ってるけど別にね何 <laughs> て言うんだろうそっからじゃあ1万課金したのかじゃああと1万課金したら出るわーっていうそういう気持ちじゃなくて1万課金して出なかったじゃあ1万課金する前に戻っただけなんだよねあのガシャの確率的にはねそのボックスの中にはハズレのキャラクターたちいっぱいいるよ SSR のかぶりのキャラクターとか多分めちゃくちゃいると思うけど <laughs> それを見てもう本当涙が出るぐらい悔しいんだよね UR の中でもクズしか持ってないとめちゃくちゃ言い方がひどいよね <laughs>。<laughs> まあ。でも u r 1像はさ、強かったと思うよ、正直。え ?UR の1像強かったと思うけどな。俺欲しかった。持ってなかったし。イラストめっちゃかっけえしな。 動作が不安定。まあ、あったよな。動作不安定うーんのとこもあったと思う。ちょっと動作が重いっていうのと、ちょっとね、古い頭使ってると落ちたりはすることがあったみたい。 まあ、オートモードの弱さはね、仕方ないよね。あの、オートモードっていうのがあったんですけど、やっぱり敵の方に飛んでいくだけなんですよ。で、このゲーム、敵に当てればいいってわけじゃなくて、味方に当てるっていうことも大事になってきて、あと壁にある、あのー、アクションみたいなのがあるんですよ。壁アクションみたいなのが。 いやその特定の壁に突っ込んでいくとその壁によじ登ってそこから敵の方に飛んでいくみたいなそれをすると火力が上がったり敵の背中から攻撃してあの倍率が上がったりみたいなやつがあったんですけど、まあ、それをオートじゃできないからオートはただ敵の方に飛んでいくだけだからねそのまあ人がやるプレイとは天と地の差だよねだからそこをオートで回したいならやっぱり UR が必要みたいなバカみたいな火力を持った UR なら別にそんな テクニカルな動きをしなくても、オートで十分回せるっていうね。だからやっぱ UR が必須だったのかな。時間がない人はね、社会人とかならやっぱこのゲームをプレイする時間がなかなかないから、お金出して UR 揃えてオートで回しましょうみたいな。でも学生とかだったらじ時間があるから、UR、課金してなくて UR 手に入らなくても、まあ、自分で手で操作して、まあ、なんとかね、その、なんで社会人は時間をお金で買うけどさ、 学生はお金を時間で買うみたいなカバーするみたいなねそういう感じだったですかねうん、まあ、やっぱほら5年前リニューアル前ああ大型アップデート前はやっぱりみんな言ってるのがこの黒塗り黒塗りのキャラのことをずっと言ってるよね でその黒塗りのキャラが、やっと色がついたかと思えば、今度は UR っていうリアリティがガーンって出てきて、まあ、一気にバランスブレイカーになって、ガシャから UR は全然出ないし、みたいな。まあ、俺もムカデカネキを引くのなんて、1年ちょっとかかったのかな。めちゃめちゃかかったからね。2年かかったのかな。<laughs> まあ。 クルカルの一番のミスっていうのはやっぱり UR を出してしまったことかな。うん。ドロ率が低い。まあ、ドロップ率が低いっていうのはもうしょうがないよね。でもこれも結局確率だからね。 出ないやつは出ないし、3回連続で落ちたりするやつは落ちたりするんですよ。バランスが悪い、わかる。<laughs> バランスが悪い、わかる。バランスは壊れてだ。今日のメンテナンスで操作性が上がった、そうなのかなメンテナンスそうあ、操作性が上がるメンテナンスあったかな うん。あ、これこれ、白滝のニュー難移動。これね、まあ、滝沢、あの、オール滝沢がですね、グルカルに登場すると。で、まあみんなまさかね、RE のキャラクターが登場すると思ってなかったんだよね。まあ、これはずっと無印のゲームなんだ。アニメ化しない限り、ボイスもつかないし、 まあ無理かなと思ったら、まさかの石田水先生がグルカルのゲームに登場させるためだけにイラストを描いて、そのイラ,イラストがね、オールのイラストが写った UR が入手できる。しかも無料でだよ。無料で。ガチャじゃないんだよ。イベントでだよ。あのー、入手できるイベントが始まると。 それが V ジャンプに乗って、もう狂気乱舞よ、俺なんて。やったーうわーみたいな <laughs>。もうグルカルユーザーなんて、うわテンションぶち上げ侍みたいな感じだったんだけど、まあ、難易度がすごくてね。レイドって1レベルから始まって、オールを1レベルのやつなんて、ほんとデコピンで死ぬみたいなやつなで1レベル倒したら2レベルになって、3レベルになって、4レベルになって、みたいな。で、スタミナを使いながら、どん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 オールのレベルを上げていって、最後100レベルまで行くの。でまあ、 100レベルまで行くとさ、倒せないわけよ。ガッチガチに強くて、HP の量がもう、もう、もう、ワイヤ。HP の量、ワイヤだから、フレンドに、助けてくれ、俺の、レベル100のオール倒してくれよ、っつって救援を送るわけよ。で、やっぱフレンドがゆね、手伝ってくれないと、まあ、なかなか倒せないわけ、レベル100とか。で、時間切れになって終わるみたいな。で、友達のとこに救援に行くにも、自分のスタミナ使わなきゃいけないから、まあ、そういうスタミナをね、 あの自分のために割いてくれるフレンドが大事なわけよ。だから俺、あの頃めちゃめちゃフレンドに世話になったなと思って、もうそのグルカルやってたフレンド、ね、今でもツイッターとかで、あの、絡みあ、時々ね、絡みあったりするけど、本当に、ね、お世話になったなと思って、<laughs> あの、レイドイベントの時なんてね、手伝わってくれないと入手できないからね、滝沢。<laughs> では、入手難易度が高かったわけよ。フレンドの力、あと、期間、その、 イベントは開催されてる期間、最初1週間だ。1週間って、まあ、よく俺頑張ったなと思うけど、無理なわけよ。本当に1週間で手に入らん。まあ、後々2週間とか3週間になったけど、まあ1週間はきつかったね。うん。まあやっぱり、そんなね、ゲーム性がいいとかって書いてないでしょ。 うん、モンストのパクリとかやつふざけんなうんまあこれを見てちょっとグルカロの髪ゲーだったなとかっていう人まあ本当に陰謀になっていっぱいいたけど、まあ、ちょっと心変わった人いるんじゃないかなこのレビューまあよかったらみんなも見てくれよなんか昔ダウンロードとかしてたら普通に今このページ飛べるから一回ちょっとこの木にね えー、見てみてほしい。うん。開発途中のような、ゲーム自体は開発途中のような完成度の低さ。まあね、わかるんだよね、これ。シルエットだったしね。まあ、この5年前って言ったらやっぱりリニューアル前よ。みんなこのこと言ってると思う。多分、動きも重いし、キャラも全員黒真っ黒のシルエットだし、これは開発途中のまま、 リースしたんだなって思われてもは仕方ないよね。あ、あ,あ、まだか。レビュー結構多いな。チートプレイヤー多すぎ。まあ、チートもね、なんか、一回いたよね。あれそれインボケだったかな。なんかね、ランキング戦で時々チーターが湧いてたんだけど、インボケでもいたんだけど、グルカルいたかな。 結局は課金者と無課金者の差ですね。うん。そうそうそう。まあ課金者と無課金者の差が開きすぎて、えーまあ、結構無課金の人からまあ文句出ちゃうねみたいな。まあ、仕方ないよね。それってもうリアルでも同じじゃん。お金出した人がいいサービスを受けれるっていうのはまあ仕方ないし、これにおいてはお金出したからっていいサービスが受けれるかどうかわからないけどお金出してるわけだからね、このガシャは。 まああの、このレビューとかね、UR 確率上げてくださいとか言ってるやつみたいな、あの、レビューは、UR 率上げたらおもんなくなるよ。まあそれもあるんだよね。課金者が今まで必死こいて課金してきて、UR ね、出したのに、今更確率を上げてもね、 フレンドたちと交流しながら遊んでます。まあ、このゲーム、フレンドと交流できる。まあ、さっき言ったように、レイドとかでフレンドに、ちょっと俺のオールレベル100倒してよみたいな感じで、要請を送れるんだけど、まあ、そういうことができてたからめちゃめちゃ楽しかった。陰謀教は逆にそれがなかったんだよね。フレンドになってても、派遣キャラを使えるみたいな。いや、違う違う。フレンドになんかそう一緒に倒すシステムみたいなのが欲しいんだよな。グール陣営と人間陣営に分かれて、駆逐大将を倒してたわけだけど、 もうみんなとね、一緒にね、倒してる感覚がないんだよね、結局。うん。一体、全ユーザーで一体だからに、あのグール陣営、人間陣営、全員でその一体の対象的倒してるから、あんまり自分が貢献したっていう気がないんだよね。俺も10億とかダメージ出してたけど、あそこまで出して、あ、やっと目に見えてゲージがちょっと減ったな、みたいな。 数字でちょっと10億ダメージ出してやっとちょっと削れたなみたいな達成感は出るけどまあほ,ほぼ全ユーザーで1個の対象を殴ってるわけだから自分が貢献したフレンドが貢献したっていう感覚がなくてあんまりねマルチっていうかレイドイベントの楽しさはなかったのかなって思いますねその点グルカラのレイドはめちゃくちゃ面白かったと思います しかも、どあの、誰々さん、フレンドの〇〇さんが、これだけ貢献してくれましたっていうのが、その、バトルが終わって、ゲ、オールレベル100を撃破した時に出てくるんだよ。ほんだら、あフレンドのあの人、こんなに削ってくれて、これ何回石割ってスタミナ回復してくれたんだろうとかっていうのがわかるのよ。ね。あの、こんなに、なね何、何千万の、ね、だだダメージを出してくれてさ、あ、これ絶対1回のダメージじゃないなと思って。 ほぼスタミナを、なんか、まあ、その時はスタミナ5つまであったんだけど、スタミナ5つ、3つかな、3つか5つぐらいスタミナ割って、で、挑戦し、最高火力の最高倍率で挑戦して、で、削るだけ削って、また、ね、それでその、1回じゃ勝てないからさ、で、また部屋入り直して、また、ね、一周あってスタミナ回復して、最高火力で挑んで、何回か挑んでくれて、こんな削ってくれたのみたいな、そういう、 ねえ、ありがたさみたいなのがあったわけよ、フレンドのこのね、つながりみたいなも俺、それがすげえ楽しくて、やってましたね。うん。まあ、一つ文句を言わせてもらうと、ランキングはクソだったっていう、ランキングの、あ、さっきも話したな、ランキング上位しか手に入らない、UR 最高レアティの国に消えがあってね、小 <laughs> シャとかあったんだけど、めちゃめちゃかっこよかったんだけどね。 あのー、ランキングって本当時間がある人しか走れないんですよ。<laughs> 本当に。金と,、えー、っと時間がある人。ね絶対石割らなきゃいけないから課金できる人。で、ガーッて走って走って。でもね、うーん、なんだろうな。ただ走ればいい。勝ち続けれる人。で、キャラを持ってて、ランキングを勝ち続けられて、えー、金を持ってる人。だから金を持ってる人なのよ。金と時間がある人なのよ、ランキング勝てるのは。まあ、本来そういうシステムでいいと思うんだけどね。 何がダメかっていうと、ランキング上位しか手に入らないクイーン系があることがダメだと思う。上位50人までしか手に入らないから、それダメだよね。50人はさすがに少なすぎ、インボケでも何位までなったんだろう。まあ、とりあえずインボケはキャラが1体手に入れば、そこから促進剤を使えばあね、いけるっていう仕様だったんだけど、まあその1体目すら手に入らないっていうのがグルカルのランキングだから、そこはね、ダメだと思いますね。 うん、ガチャの、ガチャのレビューだな。あとバグだな。まあ、今こうやってね、ずっとこうレビューを見てきて、だいたいこのゲーム何が問題かっていうのが皆さんわかりましたよね。ガチャとバグ。<laughs> ガチャとバグです。このゲーム。あの問題だった。その他は結構面白かったと思う。 カキンカキンってね、言ってますね。ただね、楽しかったよね。こういう文句が出るっていうことも、これは必要だと思うんだよね。でも、結局は。文句が出るっていうことはさ、このゲームをプレイしてる人がいるってことで、やめましたっていうレビューも、まあ、なかなかない。ガシャ率上げろー上げろ運営みたいな感じの声が上がってる、イコールやってるから、 まあ、なんだろうな。みんな、東京グルーが好きな、好きなんだなと思いながらやってましたね。課金すればいいのにと思ってたけど、まあ課金できない人なんて、もう、アプリや、そういう人が、なんかアプリをやるみたいな。なん学生でお金なくて暇つぶししたいなっていう人がアプリやる。でも結局、アプリの先でも課金しなきゃいけないから、なんかちょっとすげなんかストレス溜まるみたいな、逆に。<laughs> うん。ゴミ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 みたいな。 めちゃめちゃ書いてる。うん。アリーナ戦や長球が強すぎる。確かに。長球は強かったね。うん、まあ、長球、長球の上なんかあったっけうん。 やっぱりそのリニューアル前は SSR が最高リアリティだったけどその SSR も出にくかったっぽいね、まあ、改善はされたんだろうけどまあ改善されたと思ったら UR が出るっていうね <laughs> まあこの頃っていうのはそのアプリのなんて言うんだろう画者率とかその画者のなんて言うんだろうなみんなまだこのどれだけユーザーが課金してくれるんだろうとか もう5年前だからね。5年前って言ったらさ、ほら、アプリも、いや、パズドラが流行って2年とか、モンストが流行って1年、2年とか、まあそういう時代よ、全然。うん、ゲームバランスガチャひどい。うん まあ、こんなもんかな。ちょっと全部見るって言ったけど、まあ大体同じこと書いてるよね、みんな。楽しいですっていう人いるね。まあ、チャレクエ勝てないっていうのはまあわかる。さっき言ったように SR 万円がいないと、まあほぼほぼ勝てないみたいな状況だったからね、その SR 万円のイベントが来ないとね、来ないことにはね。 ああ、このあれね、ストーリー、ストーリーね、そうそうそう、ストーリーも、グルカルって独自のストーリーを展開してたんですよ。その、海外のグールみたいな感じでやってたんですけど、ガイとかっていうキャラクターが出てきてね、木の枝みたいな書く、ね、か <laughs> い <laughs> まあ、格好悪くはなかったけど、かっこよくもなかったよな、みたいな。あんまり受けよくなかったし、まあ、正直俺もストーリーは面白くなかったと思ってます。 うん。ま、あ石はね、石は <laughs>、石の内容多いな。URUR。ま、あそんなもんでしょう。アプリってガシャ引くゲームだ、ガシャ引くゲームだからさ。ソシャゲって。うん。 そうそうそう、これ、佐々木敗成、あの、ビータの、俺も実況したけど、東京グルジェイルを購入した人だけの限定特典だったんだよね。だけど、これ、あれだよね、なんか、後で配布されたよね。うん。 うん、まあ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 。難易度。うん、難易度とガシャ率と、あとなんだバグか。バグのあれが普通に多いね。これ、レビュー128件以上絶対あるよね、これ。<laughs> 俺全部見るって言ったけど、ちょっとあれだわ。 もうもういいか <laughs>。これもう1時間話してる、おいよ、1時間話してるよね。うん。1時間話したんで、ちょっともういいですか。だいたいね、あの、書いてることはみんな一緒です。ダメなのはガシャ率あと、バグですね。まあ、長久が勝てないとか、そんな感じのが多いと思います。はい。ということで、えー、今年はですね、まあ、来年やるかどうかわかんないけど、今年は、 えー、東京グループカルナバルのストアのページ、えー、のレビューをー、まあ、振り返ってみたというコーナーです。まあ本当に、まあ、振り返ってみると今までで一番熱中したゲームだったかな。あ、すべてのゲームをまとめるとダメだね。ソシャゲの中では今までで一番熱中したゲームだったかな。はい。ということで、えー、1時間。 えー、だらだらと長く喋ってしまいましたが、レビューこれ絶対128件以上あるよね。えー、ということで,ですね。まあ、また、思ったことがあればですね、えー、ここのコメント欄とかに書いていってください。はい、僕もコメントにはね、あの、全部目通して、YouTuber ってコメントを目通してなさそうに見えるかもしれないけど、目通してるから、全部見てるから、そら何万件も来てたら全部は目に通せない。でも 数百件とか、千件とか、二千件とかだったら、大体コメントを目通してますよ <laughs>。ということで、はい。まあ、何が言いたいかって言うと、俺は動画を上げたらコメントが欲しいんだ。うん。どんなコメントでもいいけど、あの、悪口はダメだよ。臭いとか、不数とかのコメントは、なんだなこいつと思うけど、別に俺、お前の考え方間違ってるよとか、そういうなんか理由をちゃんとつけたコメントとかだったら逆に嬉しいし、みたいな。あ、ちゃんと見てくれてるんだ、みたいなね。 え、思ってちゃんと嬉しいな。とにかく俺は動画を上げたらコメントが欲しいんですよ。はい。ということで、えー、今回は東京グルール、えー、カルナバルの振り返りということで、えー、もう俺疲れちゃった。喉枯れちゃったわ。ずっと喋ったの。もう喉カラカラなんで。はい。というわけで、お疲れ様でした。